僕の名前はミノタウロス、趣味はプリキュアを見ること。というわけでどうも皆さんこんにちは、ピクトです。今回も中二病クラフトの続きやっていきましょう。はい。で、前回海洋バイオームのところにいたんですけども、一回拠点に戻ってきてですね、今回はですね、海洋バイオームの、もう一体のやつを取り込むっていうのを目標と、あとネザー行こうかなと思ってます。はい。で、地下探索するにはやっぱりね、こう、石をね、いっぱい掘らなくちゃいけないんで、ちょっとね、いいアイテムをね、作っていこうかなと思います。やっぱね、効率はね、大事だよね。まず作り方なんですけども、まずね、なんだっけ、ブルーエンハンサー。これ作ってないんですよ。ブルーエンハンサーをちゃちゃっと作っちゃって、で、これを真ん中に置き、棒を置いて、ダイヤモンド3つ並べると、はい、はい、はい、待って、はい、OK、来た。アップグレードダイヤモンドピックアックスということで、まあ、レンジ 3×3 ということで、まあ、普通のダイヤピッケルなんだけど、3×3 の、まあ、結構ね、範囲が広くなるピッケルが作れます。はい。こちらを持ってですね、地下探索やっていきましょう。というわけで、前回終わったところまで戻ってきたんですけど、これどれぐらい掘れるんだろう？ 3×3 でしょ？あ、なるほど。こうやってやると9マス掘れると、下にもできるのか。あ、OKOKOK。掘ったところ、真ん中を起点に、そっから9マスね、了解しました。で、こっち側に行くか。多分ね、海洋バイオ、あ、待って、わかんなくなった。急にマグマ出てきた。どっちだろう？一応さ、なんだっけ、サハギンじゃなくてマーメイドか。マーメイドがいる方向に行けば多分、いるんじゃないかな。やべ、こっちダンジョン側だからさ、敵がめちゃくちゃいっぱいいるんだよね。ちょっと待って、やばい、怖い。あ、やばいやばい、スケルトンの量が多いけど。あ、でもここにサハギンと石炭クリーパー？なぜ石炭クリーパー？ちょ、爆発してくれ。お前爆発しろ。石炭クリーパー爆発しろ。なんでお前ら仲間同士で戦ってんだよ、全員。全員仲間同士で戦ってた、今。待って、ここはまずい。オッケー。あ、なんか死んでる。勝手に死んでくれてる。オッケーオッケーオッケー。やばい、ミミックまで来た。ミミックまで来やがった。スケルトンもいるし。やばい。待って、これ死ぬんじゃないか、普通に。シンプルに死ぬから、毒もやばいし、死ぬから、これはきつい。待って、これはきつい。待ってくれ、気づいたらゾンビパラダイスが形成されている。これさ、下から行くの危険なんじゃないか。一回さ、違う。一回地上行く地上行ってからの方がさ、いいんじゃないか。下から探索しに行くのはさ、ちょっと、自殺行為な気がする、これは。ああ、びっくりした。びっくり、増えすぎなんだって。ああ一回こっから脱出しよう。どうしよう。何がいいかな。なんか水のモンスター何しようかなと思った時に悩んじゃう。あれがいい。ナーガになりたい、俺。ナーガ可愛いからさ、こいつ。なんか可愛くない？あ、待って、飛べないよね。あ、オッケー。ちょっと今画面見づらいけど、え？何これ？あ、こんなとこまで繋がってんの？こんな感じで。すごい。すごい、今頑張って編集で明るくなってると思うけど、地下にこんな感じでダンジョン繋がってたんだ。これさっきまで行ったダンジョンでね、めちゃくちゃ敵がいっぱいいた。すごい。なんか海探索してた黄色いクリーパーが見えるんだけどさ、どここれ？下？黄色いクリーパーめっちゃ気になるんだけど、何これ？下にいんのかな？どこに隠れてんの、こいつは。こいつはどこに隠れてんの？黄色いクリーパーどこやねん。うわ、廃校になってる。廃校になってるよ、こっちはこっちで。どんだけ。もういろいろさ、広いんだけど、マジで。なんでこんなダンジョンがダンジョンでもうダンジョンがダンジョンなの？あ、いた。びっくりした。なんで爆発しなかったの、あいつ。今いたよね。何こいつ。え？何クリーパー今の。なんか、全然爆発もせず普通に倒しちゃったけど、何のクリーパーだったの？ゴールドクリーパー。え？特になんもなしなんかな。なんかゴールドクリーパーってやついたから、とりあえず取り込んでみたけど、あ、ここすごい一気に地下行ける。こっからさ、海洋近づけるんじゃないか。サハギンじゃなくて、あいつがいる場所。なんて言うんだっけ、最後の一手名前覚えてないんだよな。正直さ、Y32 以下に、出るらしいから、ここを探してればいい。見つけられんじゃね？あ、ダイヤモンドあった。さりげなく出てくんじゃねえよ。さりげなく出てくるんじゃねえよ。まあいいけどさ、別に。あ、そういえばさ、前々回、雲になった時にさ、雲になった状態で雲の糸持ってなんかやったら、雲の糸消費してる、何これ、何の効果とか言ってたからあったじゃないですか。あったじゃないですか。
あれさ、普通にワイヤー的な感じで置いてるだけなのになぜか勘違いしてるっていうね。あの、本当にごめんなさい。あの、なんかさ、雲になったことによってさ、なんか効果が発揮してるんじゃないかっていう、あの、なんて言うんだろう、謎の固定概念みたいなのにとらわれてしまって、すごい勘違いをしてコメントでね、あの、ひたすら罵倒されるっていう感じだったんで、本当にすいませんでした。あの、コメントしてくれてありがとうございます。むしろコメントなかったら気づいてなかったかもしれないからね、ずっと。そのまま気づいてなかったかもしれないからね。あ、待って、いたかも。下の方の、地図の下の方になんかあの、青い塊があるじゃん。多分あれだと思う。青の塊、これどうやっていけばいいんだ、これ。こっちの方から、いける？待って、いける？このまま突っ走って、あ、待って、黒曜石もある。ラッキー。ラッキー。これで黒曜石があるから、ついでに集められる。よっしゃ、あ、ダイヤモンド、今さら。今さらダイヤモンドあってもって感じなんだけど。しかも1個かよ。待って、嘘でしょ。ダイヤモンド1個とかある？そんなバカな、1個だわ、最悪。最悪で、どこにいる？どこに、あ、ちょ、いたい、今いたよね、絶対いたよね、今いたよね、ちょっと待って、明るくしよう。待って、攻撃してこない。どういう見た目してんの、これ。シャーク、サメ。え、攻撃してこないよ、全然。え、もしかしてハーピー苦手、君、もしかして。そういうタイプのやつ、ハーピー苦手的な感じ。いた、ちょ、いった。あ、待って、こいつ採掘速度低下持ってるパティーのやつだ。だが、しかし、このダイヤの剣では勝て前、スマッシュバッテ吹っ飛ばそうぜ。全然食らねえ。よし、あ、勝てる。こいつレベル2か。体力80しかねえや。余裕。はい。オッケー。なんか落とした。たい焼きと金の剣落とした。金の剣ってさ、使える？なんか能力ついてたりしないかな。あー、弱い。しかもゴールドシャード初めてじゃね？地味にゴールドシャード初めてじゃないか。まあ、というわけで、これでね、海洋バイオームは多分全部制覇したはずだから、あとは、このね、今水めっちゃ流れてて取りづらいんだけど、黒曜石をね、取っていこうかなと思います。よし、これで大丈夫だろう。これで水を封印したから一気に取れるのはなかなか爽快じゃない。黒曜石をこんなね、簡単に釣っても、まあ、他のモッドとかだったら、黒曜石一瞬でパンって取れる。あ、待って、落ち着け、待って、はい、オッケー、ナインテールズになろう、オッケー、危な、でも黒曜石燃えたし、つうか黒曜石燃え散ったよ。あ、待って、燃えてないぞ、よかった、アイテム欄いっぱいあったからさ、黒曜石燃えたかと思った、危ねえ、3個しか取れなかった、最悪、マジ危なかった、本当に。あ、よかった。まあ、ああいう危険があるっていうのをね、こう、みんな気をつけていこうねっていう、もう言葉ぐちゃぐちゃ。黒曜石って何個いるんだっけ？もう多分足りるよね。10個あれば足りるよね。オッケー、足りるよね。じゃあ一回、拠点戻りましょう。じゃあ、早速だけど、サハギンに、ちょっとなってみようか。サハギンじゃねえわ。シャーコね。シャーコになってみようか。顔ある、こいつ。こいつ、うわ、でかっ。え、こいついかついな。結構こいついかつくね。かっこいいんだけど。あれ、思ったよりかっこいいぞ。え、似合う。かっこいいな、こいつ。こいつ能力なんかあったんかな？ちょっと見てみようぜ。あ、こいつも海で泳げる的なやつね。なるほど。まさかの火打ち石を持ってなかったっていうね。で、ネザーはもう火が危ないから、こう、バルキリーが役に立つときは来るってわけですよ。通れる？通れないね。通れないね。ちなみに黒曜石じゃねえわ。ネザーゲートの場所は、すごい、よくわかんない場所に作りました。もう完全に頭おかしい。サイコパスしか多分作んないと思うよ。じゃあ早速、行きますか。なんか細長くない？あれ、ネザーゲートってこんな細かったっけ？まあいいや。行くか。待って、丸石持ってるっけ俺。丸石、足りる45個で。まあ大丈夫だろう。なんとかなる。よし。ネザーには3体ぐらいいるんだよね。まあ、こんなんで大丈夫だろう。こう表面だけ隠してるっていうね。こっちガラ開き。あー、待って、バカ、早速なんか聞こえたよ。聞こえたよ、今、危ない声が。今、危ない声聞こえたよ。待って、いるかな、本当に。なんか、それっぽい。え？なんか、クリーパーいるんだけど。え、クリーパーも追加されてる。これあれか。これクリーパー持ってるやつかな、きっと。倒しちゃおうぜ、ついでに。あ、要塞が見つかった、すごい。俺、運よくね。え、作った目の前に要塞があるんだけど、すげえ。すげえってことで、ちょっと今回、一
旦これで終わりにしようかなと思ってるんですけど、ダメですかね。次回ネザー編ということで、ちょっと今回多分パー7分ぐらいで終わってると思うんですけど、次回頑張っていきたいなと思います。はい、こんだけ引いといて本当ごめんなさい、まあ、すぐ投稿するんでね。ではじゃねばい。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、じゃねばーい。